ムバッペさん、もうすぐで25歳になる模様。キリアン・ムバッペはあと2ヶ月で25歳になる。一体どうして彼はまだこのクラブでプレイしているのだろうか。ハリオッパ、ジェニカメさんどうすんるんや。枠内でロッペ。メッシ・ネイマール追い出してエムバペのお友達集めたらクソ弱くなってて草。ムバッペとある程度の選手さえいれば勝ち上がれるもんかと思ってたけどそうでもないにゃな。彼は GOAT だと言われたが、彼はメッシの左足つま先にさえ値しない。彼を責めるなよ、彼にはもう3回も辞めるチャンスがあったけど金を欲しがったんだ。もし彼がお金を愛していたら、サウジに行っただろう。彼は自国やヨーロッパでプレイしながらサウジ並みのお金を稼いでいる。ステップアップするのに最適な年齢だな。ハーランド・ムバッペも結局あの二人のレベルに達するのはなかなか厳しいだろうね。マジで奇跡だったんだな。あれ見れてたの。ムバッペは早くパリから出るべき絶対に。そろそろ違うクラブで見たい。